村さん、ありがとうございました。続きまして、相原大和が富山バラ祭りの実行委員長を務めました2020年と2021年の2年間、コロナ禍でも歴史ある祭り継続のために共に活動されました元福山祭り委員会実施本部次長、そして絆社中代表取締役社長佐藤和弘さんにご挨拶を頂戴いたします。佐藤さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、貝原さん、事務所開きおめでとうございます。そして皆さん、この寒い中集まっていただいてありがとうございます。私もアンチョコを持ちながら覚えていられない年でございますんでね、ご紹介いただきました佐藤と申します。約30年間ですかね、バラ祭り、夏祭りのプロデューサーとして、祭りをお手伝いさせていただきました。で、このバラ祭りっていうのは2回中止の危機がありました。この中に覚えておられる方いっぱいいらっしゃると思います。1回目の危機、今からもう29年前になるんです。阪神淡路大震災の年、もう日本中で祭り自粛自粛自粛、もうバラ祭りも自粛しようという空気の中で、私の後にご挨拶される島田さんのお父様、島田仁さん、福山電業のが実行委員長の時に、こういうキャッチフレーズで僕らを勇気づけてくれました。やめるんじゃなくて、福山だからバラの花を被災地に贈ろうじゃないか。で、本業を生かした明かりのイベントをしました。で、バラ祭りは続きました。そして決定的な中止の危機の2回目は、貝原さんが実行委員長を始めた年、コロナです。まあやめとこう、まあやめとこう、何か言われるんだったらやめとこう言われました。その時に彼は私たち、そしてパンフレットにも言葉を書きました。こう言ったと思います。今だから知恵と勇気出してできること一つでも多く見つけようじゃないか。この言葉に勇気づけられてやりました。ただバーチャルです。後日本中で言われました。バラ祭りは最初じゃったのと。インターネットとかラジオを活用したバーチャルバラ祭り、ハイブリッドバラ祭り、そういう言葉を生み出すのはもう貝原さんうまいです。はい。そして53回54回、そして今年も途切れることなく続くことができました。ところが今日3月3日ひな祭りですよね。寒いですけどね。友の浦では町並みひな祭り今やってます。ちょうどやってます。で、祭りっていうのはいつもと違うから楽しいですよね。いつもと違う特別な日です、お祭りって。で、ところが一方ではいつもの日常があるから祭りは楽しいんですね。黒澤明監督の雨上がるっていう有名な亡くなった後の映画の中でこういうセリフが出てきます。こんな楽しいことがあるんなら辛い毎日も頑張れるんじゃがのというセリフがあります。まさに祭りの意味はそういうことです。で、その祭りは必ず導いてくれる人、リーダーが必ずいるんです。今この中にいらっしゃる方もリーダーやったばっかり、やった人たちばっかりです。大変恐縮ですけども、その中でも貝原大和は本当のすごいリーダーだったと思います。今ね、お祭りを引っ張ってくれる人が少なくなって、祭りどんどんなくなってますね。福山だけじゃないですよ、日本中。先月、先々月だったか、庶民祭なくなりましたね。1000年続いてですよ。引っ張っていく人がおらんのですと。はい。お祭りっていうのは日常じゃない行事です。だからお祭りに必要な人とか物とかことっていうのはいつもと違うんです。ところが実はいつものこの町づくりの日常の中で必要な人と物とことと祭りって一緒なんです。だから祭り作りは町づくりってよく言われるんです。はい。その祭りの中で一番重要な、特にリーダーが必要なのは情熱、愛情です。結構
生臭いこと言うなと思うけど、愛情めちゃくちゃ必要です。愛情と行動力です。で、この祭りづくりは町づくり、その祭りを支えてきた貝原大和さんはじめ、市議会議員になって町良くしようという人が50数人いらっしゃいます。彼だけじゃないですよ。みんな一生懸命です。でも行動するのが人を選ぶんじゃないですよ。行動するのは私です、皆さんです。で、その皆さんを手助けしてくれる人を選ぶのが選挙じゃないですか。はい、そう思っています。お投票したんだけど、あと頑張れよ、それは違うと思うんですよ。我々が動かんといかんと思います。投票に行くのははっきり言ってめんどくさいです。私めんどくさいです。体を動かしてね、投票用紙書いてね、おじい間違えたとか言ってね、投票箱に入れてね。でもそれが終わりじゃないんですよ。選挙の応援っていうのは私生まれて初めてなんですけども、初めて応援しようという人間です、貝原は。はい、今からが始まりだと思います。あなたが書いた人が何をしようとしてるのか、どんな人間なのか、皆さんが書いた名前の人が何をしようとしてるのかチェックしませんか。投票をお願いしますとはもうあえて私言いませんわ。貝原大和をチェックしようじゃないですか。めんどくさいですよ。選挙よりめんどくさいね。毎日のことですから。でも貝原大和チェックしがいがあると思うんですよ、私。はい、でどんな人間かということなんですけども、まずはこの男、行動します。仲間を裏切りません。そして何よりエマージェンシー、たまたま一緒に祭りやったのはエマージェンシーでしたわ。緊急事態、その時にこそ知恵が出ますわ。この人動きますわ。さっき仕事が早いとおっしゃいましたよね。本当に動きます。じゃあこれチェックしがいがある男じゃないかなと今思ってます。パンフレットがねあるけども、1枚ずつ持って帰ってくださいと言いませんわ。 2、3部持って帰ってください。ほんで友達に渡してください。そして問いかけてください。この人にお願いします。言わんでーす、そういうことは。この男はやってくれるんかいのという会話をしましょう。チェックしましょう、一緒に。貝原さん、最低4年チェックさせてもらいます。当然です。はい、皆さん貝原大和チェック始めましょう。ありがとうございます。佐藤武弘さん、ありがとうございました。